にさせていただきます。はじめに今日の記者会見の予定が約30分しかございませんので、非常にせわしい会見になります。皆さんこんにちは、 ANA 所属の福原愛です。今回のジャパンオープンはオリンピック前に行われる最後の日本の大会なので、応援に来てくださる皆さんや支えてくださっている皆さんにオリンピックでも十分に期待できるっていうふうに思ってもらえるようなプレーができるように頑張りたいと思います。全農所属の石川佳純です。今回はオリンピック直前のワールドツアーなので、いつも以上に他の国の選手もすごく気合が入っていると思うので、私たちもやっぱりしっかり練習を積んできたので、いいプレーやいい試合ができるように頑張りたいと思います。体調面は全く問題ないです。オリンピックまであと2ヶ月を切っている中で、やっぱり女子はカットマンの選手がすごく多いですし、やっぱりそこが一番の課題なので、カット打ちの練習を多くしています。ワールドツアーがたくさんあって、やっぱり怪我とか病気には気をつけて、本番までしっかり体調管理をしていきたいと思っています。今は体調はすごくいいです。